皆さんこんにちは。お待たせいたしました。ただいまより、甲冑の解剖術衣装とエンジニアリングの美学展の出品作家によるあのトークセッションを行いたいと思います。あの、今日お招きしているのは、あのまあ、3人の3組のデザイナーの方なんですけれども、テーマとしてはあの今回あの本当に未来的なあの甲冑その彫刻をあのスニーカーで作ってくださった。 あの三田さんで、そしてあのコラボレーションであのハトラと曲がり物のお二人でつくあの2組で作ってくださった。あの新しいスニーカーということで、それにまつわるお話を含めてまあ、テーマとしてはその未来の身体に実装すべきデザインは何かとそういうことをお話しいただければと思っています。で、そしてあのまあ、私はあのキュレーターであのディレクターの長谷川と申します。 で私の方で進行しますけれどもあの今日はあのまず、えー、と順番にお一人お一人の今までの,あのご自分のクリエーションのプレゼンテーションをしていただいてでその後であのでディスカスターに移りで皆さんからの質疑応答を受けたいと思っていますであの。ちょっと距離がありますのでマスクは皆さん外してあのお話しいただくことにいたします。であのまずは、あの 最初にお話しいただくのがあのハトラの長の見さんですであの永見さんはまあリミナルウェアを主題にこのリミナルウェアって何なのかっていうのは長見さんが後で話してくださるんですけれども2010年よりポータブルで境界的な空間としての衣服を提案するファッションプロジェクトとして展開していらっしゃいました。近年でははクロスシシミュレーションをはじめとする デジタル技術の応用を通して新しい身体表現を試みていらっしゃいます。で、永見さんは1987年広島生まれであの株式会社ハトラ代表で2006年パリで口ーる技術を学ばれて2010年に国語ハトラを設立されました。で、近年はファッションデザイナーファッションデザインのから企業のリブランディングディレクション衣装制作 3D モデリング技術を介した。 プロダクト設計などを活動の幅を広げておられます。でテクノロジーよりさまざまな分野とファッションを接続して新たな人間観を模索しておられます。で私は永見さんのア、まあ、トラのデザインをあのポンピド・メッツで行った日本の70年以降の現代芸術を紹介する展覧会であの出していただきました。で出品していたウェアは非常に私にとって印象的だった。 あの引きこもりの人のの人たための親でしたつまり家に引きこもっていてなかなか出てこれないでそれがあのその家から直接外のみんなの集まるパーティーとかソーシャルに出ていける服、まあ、そういう意味で穴神さんの中から外へというボーダーをあの考えた服、まあ、それがリミナルという考え方に伝わってくると思いますがあのそういう意味でとても新鮮なクリエーションをされている方ですでは穴神さんよろしくお願いいたします よろししししくお願いままます。す。の永見と申します、えー、ご紹介預かりました、えーと。リミナルウェアと聞き慣れない単語だと思うんですけどもあのよくサブリミナルとか、えー、いう単語のお尻についてよりサブリミナルのリミナルがそのリミナルなんですけども日本語に直接訳すと境界状況的な衣服です という,ふうになります、まあ、全然分からないなという感じなんですけども、えーとまあ、例えばジェンダーあるいは内、えー、と,と外みたいな、えーとまあ、あらゆるところに、えー、と生活の中に教会っていうのは潜んでると思うんですけども、えー、とその教会にいる状態っていうのは案外人間居心地がいいものだっていうのが、えーまあ、特にコロナに入って、えー、とその教会がなくなっちゃったというかすごいはっき外とうちみたいなのは,はっきりした状態であの、まあ、気付く機会が多くて。で 実は自分のパーソナルスペースにいる。 固定されててる時だけじゃなくて、まあ、移動してる状態っていうのはすごくこう自分らしく入れるというか、まあ、その曖昧さを許容できるような時間だっていうふうな、えー、改めていろいろ本を読む時間とかあって、えー、と風に落ちる部分があってですねで、まあ、新,新たにコロナを通してそ,れにそのコンセプトを掲げようというのではなくて今までえとハトラーを通してえと提案してきたもの自体にそういったえと概念がえと備わっていたんじゃないかということで。 でえー、と2020年にあ新たなコンセプトとしてリミナルウェアを掲げております。プレゼンテーション、あもうこれ、でもちょっと見えないですよね、ここからだと。椅子ずれてもいいですか、うん、あそうですねはい はい、えーとまあ、これはご紹介預かった通りの、えー、と内容ですね。次行って大丈夫ですはいえー、とら、まあ、これからまあいろんなプロジェクトを、えー、と進めているので、えー、と何をやっている活動体なのかというのは曖昧になっちゃうんですけれどもメインはあのファッションブランドとして年2回の春夏秋というタームの中で発表。えー なんていうんでしょうね。もうこういったルックといってもあとあのブランドの世界像を、えー、と示しながら、えー、と商品のこうカタログを、えー、と提案しております。これが最新の、えー、と秋冬22年のコレクションになります、えーと。続けていただいて大丈夫です。これがもう一つ前の今ちょうどお店に、えー、とテントに並んでいる、えー、と春夏22年の、えー、とコレクションですね。 次行ってていいただいて大丈夫です、えー、とこれがえとな2つ前のえコレクションえ初めてリミナルウェアっていうえとコンセプトがえと浮上したシーズンになりますまあメインのえーとワークとしては大体こういったえと服を作っあの企画してえとまあ世にとってまあ気に入ったお客さんにはえとご購入着用していただくっていうのがあの本職になります。うん なんとなくリミナルって言ってる空気感っていうのがあの3シーズンを通して見ていただくと伝わるのかなと思って用意しておきました。はいい次お願いしますでこれが先ほどあの長谷川先生よりご紹介いただきました「えー、とジャパのラマ」という、えー、と大きな、えー、展覧会に、えー、読んでいただいたんですけれども。えーと そのこの展覧会自体で2017年だったんですけども2011年にハトラが最初に発表したコレクションをえ選んでいただきましてえとこちらのえと女性が着用しているモデルがその先ほど言っていたまあ引きこもりのえとインナーバースにえーと閉じこもりながらも精神的には外に開いているという像を2011年当時まあちょうど震災があった年だったんですけれどもえまあ自然とリンクしてですねそういった表現を にががっていいたというのがあります、えー、とハトラは、えー、最初フードウェアあの、まあ、スウェットフーディを、えー、とブランドのシグネチャーとして据えて、まあ、当時雨ジの印象しか多分パーカーっていうものを頭に思い浮かべた時に。あの 多分その人あの雨風一辺倒だったと思うんですけども、まあ、スウェットという素材に口ール的な、えー、っと表現可能性っていうのが潜んでいるなっていうことを、まあ、当時思って、えーまあ、カジュアルな素材で見なされてるけどより造形的な、えー、アプローチっていうのがスウェットパーカっていうメディアとしてできないかっていうのが、まあ、当時考えていたことで、えーまあ、時代 時も部屋っていうコンセプトに結実したっていうのが、まあ、当時の、えー、ハトラでしたなんでこれが本当デビューコレクションという形になりますね。はい次お願いします でえー、とこれも、えー、とシーズンとしては先ほど見ていただいたものと同じなんですけど、まあ、ご覧いただいて分かるか分かんないですけど全部 CG でできていますね。えー、とこれはプールさんというアーティストとのコラボレーションなんですけども、えー、とモデリング服の、えー、と服を何て言うんでしょう、えー、3D データとしてえと作ったのはまあ僕が担当していて、えー、と既存のえ洋服のあの。<laughs> 僕らが着ている洋服と同じ型紙を使って、えー、それを立体的に、えー、とコンピューター上で、えー、とシミュレーションしてこういったしわだったり、えー、とリアルな布の質感というのを再現していくという手法を、えー、4年前ぐらいから、えー、と研究を続けていて、まあ、これが結構最新の困難できますよという報告になります、はい、次お願いします。 えとこれがシンフラックスというえとまあデジタルファッションラボと彼らは歌ってますけどえと,まあとある別のチームとのコラボレーション作品になっておりまして「シンセティック・フェーザー合成の羽根」っていうあのタイトルがついたえーとセーターのシリーズでえーとこの柄はまあ鳥っぽいなってなんとなくあのイメージできるかと思うんですけどもえーと AI で作、あ、っ、のー 機体性ネットワークギャンとかって呼ばれるあの、えー、と AI の一種で、えー、と架空の鳥を生成しましてその、まあ、このように存在しない鳥、えー、Google で、えー、と数百万の、えー、と鳥の画像を学習して、えー、とそこからこのように存在しない鳥 とといいううののを炙り出ししててですすね、えー、とセータータ柄ににたというプロジェクトになってます僕の今着ているセーターも同じ手法で作られたものなんですけど、えー、と赤緑青黄色白黒っていう6色の、えー、と原色を、えー、とインクジェットプリンターみたいにあの編み混ぜて、えー、と表現をしていてなのでこの、まあ、例えば4つ今セーターが 3DCG で浮いてますけど、えー、その4つ全部それぞれ違う色に見えるんですけども全てあの 網をほどいてバラバラにすると全部同じ6色の糸になるっていうような構造になってますなのでまあ柄は全然違うけどえと素材としてはえとモノマテリアルでできてるのでえとまあ生産体制だったりえと環境に優しいっていうかえとまあ未来のえとファッションの在り方として一つの提案になってたかなと思いますはい次お願いしますえまこれもえとシンセティックフェザーのシリーズを CG 化したもので あこれ映像だったんですけど、えーまあ、CG で表現したものです。バニタスはファッション非表紙で、えー、とそこでまあちょうどハトラが関東インタビューを載せていただく機会があって表紙のデザインもついでに 3DCG でやらせていただいたというような形です。まあ、こういう現実ではなかなか難しいような表現もできますということですね。このページは、はい、次お願いします えとまあなんか CGCG って言ってどういうことなのかっていうのをちょっと説明したいと思って、えー、とこういうページも用意してたんですけども、えー、と左向かって左が、えー、と既存の型紙に近いものですね僕らが着てる服を縫い目でほどいてばらすと大体こういった展開図になります。なので現実と 現実で僕たちが使っている型紙と同じデータを使って、えー、と服も作れるし 3DCG も作れるんだっていうのが、えーとまあ、現在の今一番面白いと思っているところですねでそれがまああの CG 上であの縫い合わせてメッシュになってさらにテクスチャーを重ねてこういったリアルな表現っていうのにつながっていますはい次お願いしますあこれも映像だったんですけどちょっと止まっちゃったので えと次に進めてもらって大丈夫です。えっ、ー、と、まあ、これもいい時間的にはまだ大丈夫ですかはい。続けてあの、シンフラックスというチームと,、えー、と共同で制作した、えー、と別のプロジェクトになるんですけど、オービックっていうプロジェクトで、えー、とこれは彼らが開発した、えー、とアルゴリズムを、あまあ、なんていうんです,プログラムですねコンピューターのプログラムで、えー、と服の型紙って、まあ、さっきも見ていた いただいた通り、えっ、ー、と曲線が多いんですね。まあ、人間の体が曲線なので、あの四角を組み合わせて作るっていうのはまあ難しいんですよ。 でそうするとどうなるかというとあの四角い布に、えー、と曲線の型紙を載せて裁断するとどうしても余りが出るとはぎ、えー、れが出てあのまあそれは結局捨てて産業廃棄物になってしまうでそういった問題をまあ彼らが解決しようと試みて、まあ、かなり荒削りではあるんですけど、えー、とまあコンセプトモデルとして、えー、と提案したのがその、えー、と名前忘れちゃったあアルゴリズムイッククチュールっていう、えー、とプロジェクトですね。このえーと 左右で構造が違うのが分かると思うんですけど左側はあのハトラの、えー、と一般的というか、えー、と通常の、えー、パーカーの。 えと型紙を使って作ったもので,でその型紙をその、えー、とアルゴリズムにかませて、えー、と再生成したのが、えー、と向かって右側の、えー、と型紙になりますこのオレンジのラインが入ってるのが全部裁断線で、えー、と要するに小さな短冊状にあのたくさんの細切れの型紙っていうのが生成されて、えー、とそれを本当何十か所と縫い合わせていって でえーとまあ、ほぼ同じような、えー、と左側と同じような型紙立体構造が出来上がっていくというような、えー、とプロセスですでそうですねまずそう、まあ、ここまでにしておきますはい、まあ、これで大体、えー、と左側の、えー、とで使われてた生地の70%ぐらいまで、えー、と使用するあの生地の量は削減できるというふうに、はい、確認しています、はい、次お願いします えとこれは ZOZO ゾゾテクノロジーズってあの皆さん ZOZO ゾゾタウンってご存知だと思うんですけどその中でもえとなんでデジタルヒューマンバーチャルヒューマンをえとなんで制作研究しているラボがあってまあそことのコラボレーションでハトラーの衣装を作っていただきましたまあ先ほどの僕が作った CG と比べていただくと分かるんですけども彼らの,あのテクスチャーなんかを作る技術はすごくてまあ右側のシワえ アルミを貼り合わせたシワ加工してある、えー、と生地みたいなすごい特殊なテクスチャーなんですけどもすごくにあのきれいに再現していただいたりとか、まあ、彼らの,その持ってる潜在的な技術って、まあ、ここまでできるんだっていうのは結構ご一緒して驚いた部分ではあります。まあ、通常、まあ、服の、えーと 何だろう貸し出しをするってなるとまあ実物をどうしてもピックアップしていただくしかないんですけどえこのプロジェクトの場合はもううちの型紙だったり 3D データをえーとお渡ししてそれを彼らの世界観でこうあのさらにブラッシュアップしていただくっていうようなえとこれまでまあファッションのまあ重さというか質量の制限がどうしてもあったところを突破しながらこういろんな共同制作をしていけるっていうのはまあ 今までできなかったことだなと思って、まあ、後ほど、えー、とお話しする内容にもつながってくるかなと思います。はい次お願いします えっとあこれも映像だったんであれですね滝戸通たさんという方とこれは、えー、っと2か月前ほどに発表されたプロジェクトですけども、えー、っと水中、えー、うなぎロボットっていうのを、あのー、アーティストの滝戸さんは作られていてそのうなぎロボットと共生、えー、するというか、えー、っと競争してダンスをするような、えー、っと衣装を作ってくれと言われまして、まあ、水中という、まあ反無重力みたいな状況 で一番こう効果的にえ見えるような衣装っていうのを制作しました。はい 次お願いしますこの辺からだいあのハトラのメインプロジェクトから離れていって、まあえー、と外部の、えー、と方々とどういったプロジェクトをしているかという説明になります。これもちょっと名前が入れない言えないんですけど大手電機メーカーさんと、えー、が新たに始めるプロジェクトで、えー、とスピーカーが組み込まれたフードっていうのを、えー、これも今年の1月に制作しまして、えーとまあ、非接点の,あの耳には直接触れないんだけど指向性の,あの音が流れていて、えー、と外から 第三者の方が見ても、えー、と全く静かなんだけど自分にだけ音がしっかり聞こえているというような、えー、とプロダクトの、えー、モックアップを作らせていただきました、まあ、バーチャル空間でのコミュニケーションみたいな本当に隣に人がいるというような状況が必要になってきた時に、まあ、こういったプロダクトというかコンセプトも必要になるのかなと感じました、はい、次お願いします これもまた特殊な企画だったんですけど「えー、と u q という哲学カルチャーマガジンあまり聞きなじ、えー、みがない方も多いと思うんですけども。えーとと にお声掛けいいただいて、えーとまあ、雑誌の、えー、表紙の、えー、ディレクションをさせていただきましたと同時に、えー、と関東で、えー、とこれが8ページぐらい続くんですけど、えー、と SF 作家の麦原遥さんという方と,、えー、と共同で一、えーまあ、つの短い短編の小説みたいなのを作らせていただきまして SF 世界観の、えー、と設定というのをっていただき 何度かキャッチボールしていく中で、僕は最終的にビジュアルを作って。で、彼女は、えっと、最終的に、このテキストのストーリーに落とし込むっていうような。えっと、はい、えっと、共同作業っていうのを行いました。はい、次お願いします。多分以上かな。あ、これも、えこれは昨年の6月に、えっと、落合陽一さんが総合ディレクターで。えっと、ダイバーシティファッションショーと、えっと、まあ、障害者の方、えー。 でななかなかファッションっていうのを楽しめない方も多い中で、えーとまあ、どういった可能性がこれから開けていくかあるいはど,どこが全然まだ足りてないのかっていう、えー、と流れの中で、えー、とハトラからは、えー、と片腕がない方ですねこの場合右腕を、えーとまあ、いろんな理由で失われている方っていうのがいらっしゃるんですけど、えーとまあ、基本的にはこう五体満足の。えーと えと人のための服を、えーとまあ、しょうがなしに着るっていう状況があったらしいんですけれども、えー、とそういった方のお話を伺う中で右肩が。えー 右肩から下が、えー、とないという状況を、えー、とある種デフォルトと捉えたときにどういう服のデザインが生まれるかあるいは、えー、とそういった方が、えー、と服をデザインするとしたらどういう服が生まれていくかっていう、えーとまあ、これで完成形ではなくこれ実はジフアニメになっててあのいい感じにディティールがパッパッパッと切り替わっていく手だったんですけどちょっと何もこれで分からなくて申し訳ないです。えー、となんだよ トゥルーカラーズファッションショーですねトゥルーーーカラーズファッションショョンハトラーとかで調べていただくと YouTube とかでも動画が上がっています。まあそう、えー、と腕がないっていう状況をデフォルト捉えて、まあ、どういったクリエイティブが生まれていくかっていうところで、えーとまあ、こ,れこれだけは完成じゃなくて、えー、とここから、えー、とどういうデザインができるかという。服をデザインあの そういった状況にある方が、えー、と服をデザインするための、えー、とテンプレートとしての服っていうのを作りたくて、えー、とこのトレンチコートなんですけどは、えー、と生まれましたちょっとディティールが全く見えないんですけど、えー、とボタンが20個ぐらいついてるあのいろいろカスタマイズ可能な服になってます、はい、次お願いしますあっ、えー、と今回のえっ、ー、と 甲冑のエンジニアリング甲冑の解剖術の展示でえと発表させていただいたえ曲がり物さんとのコラボレーションシューズになります先ほど話してた通りえとこれまでだとかなりまあ物理的なえとコミュニケーションを前提にしてしかものづくりっていうのはできなかったんですけどえとまあこういったお声がけをいただけるのもやはりあの徐々にデジタル技術の中でえとフィジカルとデジタル往復しながらものづく 出るようになったからこそだなっていうのは今回ご一緒して改めて思った次第です。で、アウラというシリーズになっています。えー、このまま説明に入って大丈夫ですか？はい。はい、はい、えー、っとそうですね、えー、最初あちょっとカンペを。 そうです、ねえーとまあ、甲冑を、えー、と最初、えー、と資料をたくさん頂い,いて拝見してたんですけどもやはりあの、まあ、皆さんもご覧になったかもしれないですけどかなりあのファニーというか、えー、と遊び心のある、えー、とデザインが多いですよね。でそれが本当に、まあ、遊び心のためにあの作られたのか、えー、となんて言うんでしょう本当に精子が、えー、とかかった、えー、と戦場で、えー やむにやまれずあのデザインになったのかもしれないと思うとなんかそ,そのファニーであることの切実さっていうのはもう今の世界では想像し難いものがあるなと思っていて、ね、そうですねえっ、ー、と何だろうえっ、ー、とシュ,シューズまあ現代のシューズに置き換えた時にえっ、ー、とまあ当然えっ、ー、と 貴族意識だったり、えー、と象徴性っていうものの意味ではかっちゅうと共通項っていうのは、えー、と多くあるんですけどん、えーまあ、だろうなパーソナルであるっていうことに関してはどうしてもスニーカーって大量消費、えー、と大量生産っていうのが前提にされているので、えーとまあ、ある種なんか人工的にあの囲われている状況っていうのもまたも,もう別のサイドであるなと思ってまして。えーと まあその個人の属性とか属柄えとなんていうんだろうえとその背後にある家家系みたいなものをえとその。 パーソナリティに合わせて、えー、と表現するっていうのは、まあ、既存のスニーカーの、えー、とロジックではできないと。で、まあ、どうやって再現,で再現というかその方向を拡張できるかなと思ったときに、まあ、思い浮かんだのが曲がりもんさんが扱われている 3D プリンターでシューズを作るっていう技術で、えーとまあ、当然簡単ではないんですけれども金型を作って、えー、と何個も、えー、と複製をしてっていうようなアプローチではないので、えー、とこの3つともあの一番そ 外側の、えー、とアッパーが、えー、といろんな立体的な構造っていうのをしてるんですけれども、まあ、それはある意味、えー、と着る人あの欲しい人によって、えー、と可変することが可能で、えーまあ、今の段階ではプロトタイプですけども、えー、とそういった欲しい方に合わせて、えーとまあ、あらゆる造形っていうのが可能になっていく未来っていうのを一つ示すあの一歩になったかなというふうに思っています。 で構造的な部分に関しては、僕は、まあ、ほとんどわからないので、スリーディプリンターのことに関しては。えっと、少しずつ曲がりものさんにバトンタッチして、お話を伺えたらと思います。はい、大丈夫ですか。はい、長見さん、ありがとうございました。では、あの、続いて、曲がりもさんに、あの、プレゼンテーションお願いしたいと思います。で、あの、お二人で、あの、ユニットを組んでいらっしゃるんですけれども。あの、コンセプトとして、異端は未来のスタンダードとなる。 とといいいうこををを掲げてててデジタル技術を用いて靴作りののプロセスの変革を試みてらっしゃいますでまあそういうフットウェアブランドを曲がり物をあの作られました 3D プリントにより大量生産の制約から解放された自由な造形かつ環境負荷の少ないフットウェア曲がり物オリジナルを展開されていますで、まあ、お二人のうちあの妻狩彩人さん1988年宮崎県生まれ シューズデザイナーとして曲がり物代表取締役をされています製薬会社にあの勤めてらした後彦水コ・のジュエリーカレッジで服作り靴作りを学びシューズメイキングの世界に入られましたその後デジタル領域の技術者が集うデジタルアーティザンで出会ったデジタルデザイナーの小野正春さんとともに2020年に曲がり物インクを設立同年6月にはオリジナルという コレクションを発表されましたで2022年4月に APOC、ABLE、i 世、三宅の宮前さんとえ共同プロジェクトをされてタイプ3を発表されています。で、もう1人のメンバー、秋月裕太さんで、京都大学工学研究科建築学、専攻終了後、Yahoo 株式会社に入社されました。その後、スイスフェデラルインスティテューション・ブ・テクノロジー・インズーリック。 に留学されれ、えー、ベンンジャミン、えー、とこれディーレンバーガーさんのもとで建築におよるコンピューテーションデザインおよび人工知能による形,成形態生形成についての研究を行って c o を株式会社曲がり物に CTO として入社されましたですので、まあ、このエンジニアリングの部分を本当に秋月さんが担当されているということですではお二人にプレゼンテーションをお願いいたします よろしくお願いいたします、えー。曲がりものを代表させていただいてます。妻ガと申します。本日はあのー、お集まりいただきありがとうございます、えー、僕がそうですね。あの1、ー、番最初に曲がりものっていうブランドを立ち上げたっていうのが、えっ、ー、と2019年にそのご紹介いただいたデジタルデザイナーの小野正治と一緒に曲がりものを立ち上げました。で、その同年の6月ですね。 えと立ち上げが5月で6月には、えー、とファーストコレクションのオリジナル図の方を、えー、とリリースいたしましたでちょっとあのご紹介の方は先にさせていただいたので僕らが作っている靴に対してちょっとご紹介できればなと思っていますこちらが、えー、とそのファーストコレクションでもあるオリジナル図の,、えー、のーオリジナル図自体は4モデル こちらがそうです、ね、オリジナル図自体は特徴的なこのソールですねちょっと今回アウラさんアウラっていうトラ、あのー、さんとご一緒に作った、えー、と作品でもちょっとこちらのソールを使ったっていうのもあるんですけども、まあ、こういった特徴的なソール、まあ、これがですね、あのー、本来そうですね金型っていうスニーカーだと。<music> びっくりした。<laughs> はい えと金型成形大量生産で作るスニーカーでは、えー、と形にできない不可能な形っていうところをちょっと僕らはその 3D プリンター技術を活かした、えー、とこういったデザインをあの作りましたでここのモチーフとしては雲、あのー、空に浮いてる雲ですねやっぱり 3D ならではっていうところがあの本来 そうですねもう本当に射出成形と言われる成形ではできない、えー、と形状だったりとか、まあ、デジタルならではで流動的なやっぱり雲っていうものは手に取れないだったりとか水もそうなんですけどやっぱり、あのー、キャッチができないようなものっていうものをより,ですかより分かりやすく、えー、より複雑にっていうところをちょっと、あのー、この形状のデザインにモチーフに使いました。でえーとその そうですね、ソールの部分というものも 3D でプリンターで作っているんですけども、まあ、ちょっと違う 3D プリンターで上のメッシュの部分ですねアッパーと言われるパーツの部分も異なる 3D プリンターで成形しているのでほぼ、えー、と全体を 3D プリンターで作るような、えー、プロダクトになっていますでこちらは CLCB と言われるモデルになります次お願いします えとこちらもですね、えー、とその雲の中からちょっとあのインスピレーションを受けて作ったソールになりますねで、えー、と4モデルなのでちょっとここら辺は飛ばしていきたいなと思うので次お願いいたしますでこちらもそうですねでこれも全部 3D プリンターでこの4モデルでそのあのマーカリモのオリジナルズのホワイトということで、えー、とリリースさせていただきましたはい次。 でえー、とその翌まあ同年のちょっとですね期間を空けて、えー、とブラックっていうものをリリースさせていただきました、えー、とここはですねもともと 3D プリンターで作られる素材使える素材っていうものがあのベースとしてきなりっぽい色なんですねちょっと生っぽいものなのでよりやっぱり 3D プリンターっていうあの成形方法多分皆様んですかね 3D プリンター樹脂 を固めててて作っていてやっぱりサンプルだったりとかも、ね、のづくりされてる方とかも思うと思うんですけども一過性みたいなもう一回作ってあの形を見てじゃあ本番には違う作り方をやろうみたいなっていうのが結構 3D プリンター界隈ではそういう感じでポジションになってしまってるんですけども僕らはその 3D プリンターを使ってやっぱりあの適量生産だったりとか一足一足 自由な形で作れるっていうであとはそうですね金型ではなくてそのデータ上でずっと保存ができてで欲しい時にプリントアウトできるでこれっていうものが本当にそうですね僕らがこのオリジナルズっていうものは受注生産っていう形で販売をしているんですけどまあそれに対して、えー、と一般の靴っていうのはやっぱり大量生産でまあ 現代では一番すごい問題視されているファッションの中でもアイテムそうですねでこの靴っていうものが 3D プリンターマテリアルデジタルマテリアルっていう違う素材を使っているので作り方プロセスも新しく自分たちで構築したあのコレクションになっていますお願いします で、えっ、ー、とこちらがソール面ですね。アウト底面のあのテクスチャーになります。まあ、これを見てわかるとは思うんですけども何ですかね？あの中空って裏側があの、ちょっと見えないところも構造が含まれていて、まあ、3d プリンターならではのあのアウトソールの形状を作りました。まあ、この構造を使うことで、やっぱり靴としての。 なんですね、グリップ力だったりとかクッション性というものもこの構造を持って、えー、と靴の機能を担保しているようなソールになっています。次お願いしますすそうですねこちらがちょっと色が変わってるんですけどもこれもそうですね CLCB 積乱雲という雲からちょっとテクスチャーをあの取り出して作ったような構造になっています。はい でこちらのモデルなんですけどもあのアーティストのダオコさん歌手のダオコさんですねダオコさんとのコラボレーションしたあのスニーカーになりますダオコさんの世界観っていうところがやっぱりあの和っていうところだったりとか渋谷カルチャーだったりとかいろんなものがあってダオコさんに、えー、と今回そ,うです、ね、そのスケッチっていうラフ画を描いていただいて僕の方でデザインの方を、まあ、作り直してでこの何ですかねあの ヒールの部分がすすごいアイコニックなな感じになってるんですけどもダオコさんがその神社の柱を支えるえとジグっぽい何て言われんですかね木花って言われるんですけどもそ,のあのそこに飾られている衣装である幕あ夢を食う幕ですねをがちょっと使いたいっていうことをおっしゃられたのでちょっとそれをかかとの部分に持ってきたようなあのスニーカーになっています。 でえー、と網目みたいなものもやっぱり弱っていうところをすごく強調した、えー、とメッシュみたいなものを作っています次お願いしますこちらがそうですねあのご紹介でもさせていただいていた A ポックエイブル一世三宅との,あの共同開発プロジェクトのタイプ3のサンダルになりますで、えー、とまま今回その 共同開発する上でやっぱり僕らとしてもそうですね 3D プリンターならではだったりとかで一世、えー、三宅さんの,その手仕事でもライフウェア的なより優しく履けるっていう、えー、とプロダクトを作りたいということで、えー、とこういったそうですねあのアッパー部分だったりとか足が乗るこの網,網,網,網状のものですねこの網をしているものはあのこ今回こちらの タイプ3は、えー、と4月今年の4月から販売されてるんですけどもこれもそうです、ね、あの実際に生産の時でも人の手で編み上げてで一足一足作るようなあのプロダクトになっています。で実際に草履、ね、ていうところからあの誰でもそうです、ね、靴を作れる、まあ、伝統工芸的な草履ていうもの あると思うんですけどもそれっていうものがあの僕らは 3D プリンターだったりとかそういうデジタルを扱うけど最終的には人の手で作る作り上げることができる修理ができるっていうものをちょっとあの作りたいっていうのもあってこれはずっと何ですかね紐がほどければ自分でも修理もできるしでサイズだったりとか汚れたらほど,きほどいて戻せるだったりとかまあそういったものでこういった何ですかね草履っていうアイディアかな ちょっと見えないんですけども、その増を編み込める構造っていうものをそこのソールに持たしているような機能がついているようなあのタイプ3をエイポックエイブル一瀬みやけさんとあの共同開発いたしました。次お願いします。あ、そうですね。こういった構造が入ってで、もうこれ実際に何回も編み直してで紐の回し方っていうところをすごいす。 そうですねあの本来の靴作りとは違うような領域ですごい一斉さんと1年半ぐらいかけて開発したようなサンダルになりますね、はいで。これが実際に入っているそうです、ねえーと、東京と大阪の方でも販売しているのでぜひ、店頭で見られた方は触っていただけるといいかなと思います。はいはい、でこちらがですね、えーと ヘラルボニーさんっていうあのなんです、ね、福祉とアートを掛け合わせたプロダクトを展開しているブランドさんなんですけどもそうあのヘラルボニーさんからお話しいただいて、えっと、ダウン症の方向けのサンダルを作ってみたいっていうことをお話しいただいてやっぱりダウン症の方っていうところがえっと 足に対して結構課題が多いっていうことをちょっと僕もこのプロジェクトを通して伺ったんですけどやっぱり扁平足だったりとか筋肉の発達がすごく遅いとかで、えー、と履ける靴っていうものがやっぱり医療的なものでしか、えーとまあ、大人になるにつれてそういったものしか履けなくなっていく、まあ、子どものうちは全然いいけどもやっぱりその選べないっていう そのファッション体験というものがどんどん限られていくというところがあってでこのサンダルに関してはその足が乗っている黒いインソールですねえっとこのインソール部分が実際にその子どもの足をスキャンしてそこから形状をあの作った 3D プリンターモデルの,あのインソールになっています。それに対してはそのインソールを 加工グレーのアウトソールなんですけど、まあ、その形状に対してどんどん形状を変えれるようなプログラミングを組んで、えっと、制作して、えっとまあ、ちょっと今回サンプルっていうところで今話を進めてる感じなんですけど、まあ、実際にこれもそうですねダイバーシティさんで、えっと、発表させていただいた、えっと、サンダルになります次お願いします でこれが実際にそうです、ね、3名の方をモデルにあの実際に作ったサンダルなので、まあ、こういった背景とかっていうのもヘラルボニーさんのアート、まあそうですね、あの福祉の方が描かれている絵っていうものを背景にとって、まあ、こういった面白いところをあのアートと福祉っていうものを掛け合わせるヘラルボニーさんと一緒にやっているようなものです、ね。はいお願いします で今回作ったこの羽鳥さんとご一緒させていただいたアウラなんですけども、まあ、こちらに関して、えー、とどんどんテストを僕らの方はあのさせていただいていて、まあ、実際にそうですねデジタルメイドであるんですけどもやっぱり試作だったりとかどういった形にするのかっていうところを羽の永見,見さんとずっとデザイン戦だったりとかどういった形状に持っていきたいっていうのを。 何回もお話しさせてていいただいてで最終形態はこういった形になってるんですけど次お願いします本当に最初ですねそのスケッチだったりとか絵を頂い,いてまあ実際にそのソールにこのデザイン線で頂い,いたものをパターンで撮ってそれを形にして形状バランスっていうものを見ていく作業をどんどんして次お願いします。 そうですね、これが使用書みたいな、まあ、実際に普通の靴を作る段階でもこういった使用書があると何ですかコミュニケーションが取りやすいというところでこういったものも実際に展開してでこのデザイン線というものはあの永見さんのの方でで書いていいてたただいたものですね、はい、で最初ファーストモックというものではもうそうです、ね、一番最初から 3D プリンターで行こうとすると時間とあのエンジニアリングというところをどこに着地するかというところはまだ。 定まってない段階だったのでまずこういったシートで、えー、とモックを制作させていただきました、はい、そうですねこれが本当に一番最初に作ったサンプルでこれまだちょっとこの時はそうですねエンジニアリングっていうところはまだあんまりかませずにまず LINE だけ取っていこうっていうのでで何、はい、かありますかちょっと はいえっとあすみません横からえっ、ー、とあれですよね 3D プリンターのシューズって言うとこれ下から上までささささと積層されていくようなイメージ持っちゃいますけど、うんはい、あの違うんですよねあのそうで、ね、2> 2つ手法がはい交わってるんです、はい、そうですねえっ、ー、とあのまあ曲がりものオリジナルズの最初のコレクションでも使っているソウルの方の 3D プリンターというものがあの粉末焼結って言われる製法でちょっとパウダーを敷いてその上から あのレーザーを当てて溶かしつけてどんどんそれをあのパウダーを敷いてレーザー当ててパウダー当ててっていうそういうあの形状のプリントアウトを成形し方なんですけどもこのアッパーで使ってるメッシュの部分ですねアッパーの部分はあの多分皆様がよくテレビとかで出てくるあのソフトクリームみたいにどんどんこう何ですかね素材を溶かしてノズルから出て,てどんどん積み上がってくるっていう製法 を使う 3D プリンターなんですけどこの僕らはこのアッパーの部分は 3D プリンターを使いながらほぼ 2D みたいなあの 3D プリンター使って生地マテリアルを作っているような感じで製法を使っているので、まあ、ちょっとこの見た目だったり素材色感だったりとかっていうのは違うんですけどアッパーとこのソールの部分の。の 大元の素材っていうものは同じ素材になってくるので結構作り方も全然違くって、えー、と靴自体の作り方っていうのもすごいなんですか、ね、すごいスピーディーに、まあ、1日あればこのサンプルっていうものが3つ4つ作れるぐらいのスピード感でやってきてましたねはいでこれがミッドソールのあ違うすみませんミッドカットちょっとあの今回 ローカカカッッッット、ミッドカット、トミドハイカットっていう,そうです、ね、スニーカーでよく言われるあのアッパーの高さが違うモデルを3モデルになるのでちょっとこれがミッドカットの,あのアッパーのモックですね。はい、で実際にこれが一番最初の,あのデザインをもとに作ったあのサンプルになります。 で、えっ、ー、と今回あの甲冑っていうところをお話しさせ、あの伺ってで実際にあの今回、あの担当としてエンジニアのあの秋月の方とどういった形で持っていくかっていうものをちょっとあの。すいません。ここからちょっと秋月とあのチェンジしようかと思いますので。はい。はい、今ご紹介に預かりまして秋月です。よろしくお願いします。と、コンセプチュアルな部分で甲冑をどう？今回のプロジェクトに。 つなげてていいいいくかっていうとうころはハトラのの見さんにお話ししたただいたのですいませんお話ししていただいたので今回そのエンジニアリングっていう観点からどうプロダクトに落とし込んだかっていう部分を話していきたいと思いますそもそも今回の展覧会の副題としてエステティックス・オブ・デザインエンジニアリングっていうところがあるのでエンジニアリングでどういうふうな貢献表現に落とし込むことができるかっていうのはまあマストな課題かなと思いました で、えーまあ、今回正直この案件をいただいたのが結構遅くて制作にかけられた時間っていうのが23ヶ月だったので、まあ、そのプロセスにおいてどうやっていいものを作っていくかこの短い期間でっていうところも、えっとまあ、プロセスの中エンジニアリングプロセスを改善するためのエンジニアリングっていうところにも注目して取り組みましたでそもそも甲冑問わずこれまで職人が昔からエンジニアリングとして やっっていったことってえば人が長い時間をかけて培ってきた技術っていうのをまたその場で長い時間をかけてものづくりをしていくっていうものだったんですけど今現代においてそれがコンピューターの出現によってちょっと置き換わってきているかなと思いますなので今回のプロジェクトにおいても単に靴を 3D モデリングして作り上げるっていうのではなくてデザイナーが直感的に描いたカーブっていうものから立体的な構造を作り上げるアッパーの部分ですね。 後ほどど紹介させていただくんですけどを平面から立体を自動的に組み上げていくプログラムっていうのをちょっと自,分たち自分で書きましてデザイナーさんがカーブを書いてくれたら自動的に立体が上がってそのまま 3D プリントにかけてっていうことができるのでデザインのイテレーションっていうのがかなり短期間でも繰り返して行えるのでこの期間内でもクオリティの高いものができたのかなと思っています。 それとプロセスという観点で言うと、えっと、曲がり物自体は今渋谷にあるんですけども自分は今関西の方からリモートで参画させていただいておりましてで、まあ、当初は1ヶ月ぐらい本社の方に赴いて一緒に作業していくということも考えていたんですけど、まあ、今コロナ禍っていうのもあり 逆にそういうリモートっていうところでどこまでできるかっていうところでも、まあ、そこのリモートで仕事ができるっていうのも今エンジニアリングのおかげっていうのもあるのであえてリモートでずっと作業させていただきまして今回実際僕が自分がプロダクトを見たのも昨日展覧会に訪れた時初めて実物を見たという感じになっています。 で最後、意象的にじゃあどういうふうに、えー、この甲冑とつなげエンジニアリングという観点からつなげられるかというところなんですけど、まあ、こういう今ここに出ている甲冑ご覧になれたら分かるように甲冑って金属でできてますけどそもそも金属って質感があるので三次元的なオブジェクトなので本来身にまとうもの,なものではないにもかかわらず。まあ、それは、 体を守るっていう意味で、こんな風にま身に守ってこういう構造が出来上がっているという風になっています。で、今回僕たちが使っている 3d プリントっていうのも、まあ、そもそも本来身にまとうものではないって。今皆さん思われているかもしれないですけど、まあ、そういったところとの親和性みたいなのもあるのかなと思って。 でその 3D プリンターを使って平面的に3次元的な構造を作り上げていくっていうところをそのアッパーの部分で衣装性として持たせて表現として落とし込むっていうところを作り上げていきました。次のスライドをお願いします。まあ先ほど見ていただいたようなパターンで次行ってお願いします。 えっと、プログラムを書き上げる前にまずはちっちゃいモックみたいなのを作ってどういうふうなプログラムを作るのがいいのかっていうのをちっちゃい部品からテストをしていきましたでいろんなあの立体構造平面の中に立体構造を作るのにどういうカーブを描くべきか,を描くべきかとか高さとか。えっと どういうふうな等高線を描いて、えっと目的となる頂点に向かって、えっとカーブが上がっていったらいいのかっていうのをいろいろテストしていきました。次お願いします。で、これが本当にその平面の中に立体を取り上げ、取り入れていくっていうところで作った最初のサンプルで、次お願いします。他にもえっと平面的な構造に高さオフセット 高さをつけあってあげることでどういうふうな表現になるのかっていうのを確かめてみたりとか次お願いしますあとはえっと細かいパターンをどういうふうな流度にしたらいいのかとか次もお願いしますあとハットメっていって靴ひもを通す部分の位置もどういうふうな高さがいいのかとかどういうふうな位置にあるべきなのかっていうところをえっとまず手作業で確認してからプログラムを書き上げるみたいなことをしました。 次お願いしますで最終的に出てきたアイデアっていうのがこれがサンプルの一つのイラストなんですけど、えっと、色のあるカーブそれぞれデザイナーさんにカーブを描いてもらってそれぞれに色をつけてもらいますでその色に応じて高さを与えてあげて違う色には違う高さを与えてあげるっていうようなプログラムを書いて、えっと、デザイナーさんがいちいち 3D モデリングをしなくてもえっと 試作開発がすぐにできるようなものを作り上げましたでここにはちょっと書いていないんですけども頂点の位置その山が出来上がる頂点の位置っていうのも点として与えればそこに向かって山が収束していくようにしてあります次お願いしますでこれが実際に一つサンプルとしてデザイナーさんにあげてもらったラインです次行ってもらえますか でプログラムを通してこのような 3D モデルが瞬時に出来上がりまます。す。次お願いしますでこれがその最初のイテレーションで出てきたサンプルでただやっぱり上と下でもちょっと違うんですけど密度であったりとか積層 3D プリンターって下から順に積層していくのでその積層根っていうのがどうしても見えちゃうけどそれをじゃあ表現として使うべきなのか残すべきなのかあえて。 残さないべきなのかっていうところも議論しながら、えー、とちょうどいいパラメーターっていうのもそれもプログラムの中に書き入れてえっ、ー、と印象的にきれいになるようにプログラムをどん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 修正していきました次お願いしますでどん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 プログラムが書き換わりつつもデザイナーさんがいろんなラインを入れていただいて、まあ、こんなふうにいろんな進化をしつつ次お願いします でえっと、実際に靴としてまず組み上がってみたものがこれです。次お願いします、まあ、こんな風にいろんなものが出来上がって次お願いします。これもそうです。次お願いしますでこんな感じで1日に何モデル,みたいなの何モデルもカーブ描くだけで 3D プリンターが動かせるので瞬時に組み立っていることができるので、まあ、短い期間でも、え。ー 意象的に満足がいくものができたのかなと思っています。次お願いします。はい、えっと、次お願いします。まあ、そんな感じでこちらとか次、こちらとか次お願いします。この3モデルが出来上がってきました。まあ、それぞれえっと展示室で見ていただけた方は分かると思う。 ま,あまだご覧になってない方は見ていただ後ほど見ていただけたらと思うんですけどカーブの上がり方とかも一つ一つの靴によっても違うし靴の中でもカーブごとによって高さであったりとか表現っていうのが違っているのでそういった意味でエンジニアリングが1つここでプロダクトとして消化して1つものになったっていうプロダクトになったのかなと思います。はい、はい ありがとうございます。あの大変あのプロフェッショナルな仕事のディティールを説明いただいてあの大変納得がいきました。ありがとうございます。これはこの展覧会のための新作プロジェクトとして作っていただいてます。で、あのやっぱり本当にまあ今おっしゃったみたいにこれは実際に履けるということでよろしいんですよね。そうですね。はい。はい。はで、ちょっと皆さんに試着していただくことできないんですけれども。 あの本当にまあいろいろな新しい形で、まあ、唯一のものということをまあこういうあのデータの技術でできていくっていうことで、そしてその形がまあ身体のあのいろんなその方の個性に合わせてかなりこれは変わっていくっていう感じでよろしいんですよね。ねはい。機械みたいにくっつくんじゃな靴組にあって、はい、はい。それも素晴らしいと思います。はい。じゃそしたらあのえっ、ー、と次の最後のプレゼンターとしてあの三田紳一さんでこれはあの先ほど言ったその あのスニーカーをあのあの合わせて結び合わせてあの素晴らしい彫刻を作ってくださったでそれは甲冑に見立ててらっしゃるものを作ってくださったんですけれども三田さんはスタイリストとして1997年より活動開始され1998年に英国に渡られ2001年に帰国されました現在はファッション,、えっと、ション誌広告ライブ映画ドラマ衣装のほかにサカナクション山口さんが率いる NF でクリエイティブディレクターを務めるなど多岐な活動にわたっていらっしゃいますで作品制作では2004年カナダ、えっと、のきのきもの展であのより水墨画家の、えっと、土屋さんとファッションデザイナー鈴木孝之さんアートユニット転気として作品を発表されましたでスニーカーカッチュの作品は2008年、えー、っとこれ大危機 ですかで、はい、六本木、えー、とこれゼ,ルゼルカフェあのギャラリーで2010年三田新一上津えっ、ー、と天気連続の断片代官山ギャラリーあのスピークフォアスピークフォアスペース2017年ナイキエアマックスレボリューション東京東京国際国立博物館表敬館にて発表されています。であの今回、まああの この展覧会の構想に合わせて、あの特にまこの作品をあのキュレーターとの私たちと一緒に選んでご出品いただきました。では三田さんよろしくお願いいたします。はいよろしくお願いします。三田です。えっ、ー、とまずはちょっと僕は本業がスタイリストでありまして、今や最近やっている仕事から紹介していこうと思っています。今ミュージシャンだとサカナクションとパヒュームをまあ まあちょっと画面が両方出てしまっているんですが、えー、と2つのミュージシャンの作品をやらせていただいていますまあ映像は大丈夫かな,なんかまあ音は大丈夫まあ普通にスタイリストっていう仕事は衣装、まあ、ミュージシャンならば ライブ衣装をやっていたりとかファッション誌ならばそのブランド家さんから洋服を借りてその人に合うものを見立てて着せています、まあ、サカナクション」はこういうそ,のそれごとにテーマを設けてこの時は本当白い衣装で。 もう真っ白の衣装が全面着せて光が当たることで洋服の衣装のイメージ音楽的な方向性が見えるような空間を作れるようにライトもいろいろな方法であったして服というものも白ですけどディティールが出るような方法を作っています。 はパフュームさんをやっていましてこれもサウスバイサウスウエストっていう海外でのライブでスクロールしちゃって大丈夫ですよある程度見せれるところでこれはライゾマさんと一緒に作品を作っているんですけどリアルタイムで CG 合成をしているテクノロジーと ファッションと音楽をミックスして発表していた作品で会場自体がすごい狭いのでリアルタイムで見るとすごくこういう絵には映らないんですがリアルタイム CG 合成することで、えー、と画面上というか配信された映像を見ている時に合成されたことでより未来感というか。 新しい映像の方法論として洋服が見れるような仕組みをライゾンさんが開発して今この当時リアルタイムでこういうものを見せるっていうことがほとんど世界で行われてなかったのですごく珍しいスタートをやっておりましたまだ出てこないんですか。<laughs> ライブ衣装っていうのは、まあ、本人たちのオーダーメイドで作っているのでこの3人のためだけに作っているもので普通のファッション誌のような服を着せるっていう行為とはまたちょっと違うんですがこれもライブごとに曲ごとに合わせて衣装というものをテーマ決めていろいろとデザインして作っております。 出る前に次に移りたくなりますが <laughs> まあちょっと、まあ、こういうこの時はちょっと幾何学模様すべ、えー、てが立体に見えるような衣装で作ったんですがまあこんなことをやってます。次で大丈夫ですよでその辺の衣装がまとまっている本が、えー、とコスチューム本が2005年から2020年までで。 えと約700体ぐらい作っているんですけど、えー、とこのジャケットとかは吉田由美さんが、えー、と平面の紙から折ってこう起こして洋服にしていると、まあ、パターンって呼ばれる普通,普通の洋服は平面で紙を型紙を起こしてそれをつなげていくんですが、えー、と今前にお話しした。 お二人と違い僕はもう,もう少しアナログなので手作業で <laughs> こういうことをやって表現をしております。で中に次で、えっと、今までの衣装を作ったものがいろいろ載っているんですが一応この Perfume っていう3人組はそれぞれいつもキャラクターがありましてテーマごとにいろいろな仕組みを作りこちらの青とグリーンの服とかは中に LED が仕込まれた。 えと無線で光が感知して動ける仕組みを作っております赤い方はもうちょっと和の要素を入れたものですね次お願いしますこれもまた別の「マジック・オブ・ラブ」っていう曲の洋服なんですがこういう未来的なものと,、えー、ともっと逆にシクスティーズだったりとか、えー、と今と今と 現代に着るには未来のものと過去のものなんか両方共有して作っていくと僕は衣装として幅があって面白いのかなと思って作っております。次、えー、とこれもまあちょっと画像悪くなってますがえと写真自体をプリントして作っているんですがもう切りもう本当アナログで切り刻んだプラ板を並べたものを写真撮影しましてそれを。 パターンに合わせて全部置いていくと。まあ光の反射とか、その七両に変化する表現を。えっ、ー、と、もう本当アナログに写真で撮って。作っております。次。えっ、ー、と、これは今年1月に私青銅の150周年の広告で。えっ、ー、と、このスチールの方は。えっ、ー、と、もう、まあ、未来の資生堂というテーマで。 宇宙に出たこういうちょっと立体的な洋服をデザインして載せております次えっとこ,ここからもまあその,その中の写真なんですけど資生堂は150周年の百五十年の中でいろいろなものを広告だったり年代がありましてあこれもう一個ずつさらっと送っていってしまっていいですこれだって もうモガーといわれる20年代の洋服を作ってみたり次のえっと資生堂パーラーの制服をそのまま現代によみがえらしたりえっと当時の CM をそのまま新しく今現代によみがえらしたらどうなるだろうかというような仕組みでまあアドベタイジングですけどこういうことの仕事でやっております。次 えっと、これが普段のスタイリストとまた別のプロジェクトでちょうどロンドンに渡った2001年ぐらいから洋服っていうものはやっぱりどうしても、えー、普通に着れるものなんですけど今最近作っている作品と一緒で人に服じゃない素材で洋服を作っていくっていうコンセプトをスタイリングという表現をもっと大きく捉えて。 いなもので服を着せていくこれはその時の最初でイギリスの「タンクマガジン」っていうもので発表したんですけど、えー、とフィンランド製の薄いベニヤ板を全部切ってその R だけを表現して着せていっております次これはもう本当壁に溶け込ませた状態で光の線だけが入るように。 洋服とも壁にめり込んでいるとも見れるんですがこれをファッションとして自分の中では扱いながらちょっとこういう表現をその当時からやっていました次これ髪の毛を作っていますで、その次これもまあ R ですけど角度を変えてまあ僕としてはそのファッションっていうジャンルの幅をどんどん広げたいと思っているので に洋服っていうジャンルでもなくスタイルを作れてしまえばそこはファッションになるのではないかと思って、まあ、この時は木で表現しました次、えー、とこれもちょっと洋服っていうものの構造を全てちょっと新しく表現しようと思いまして、えー、と一瞬影に見えるんですが、えー、と等身大の大きさの、えー、とミッキーマウスの これ自体が洋服になっておりまして寄るとちょっとつなぎ目が見えるんですが、えっと、次の絵、えっと、着るともうこういう形になってその作った時点で自分でもどういうふうに切れるか分からなかったんですが、えっと、服っていうものの構造パターンを全部無視した状態で。 ミッキーマウスを切るとどういう状況が作れるかみたいなコンセプトを持って服として作ってみました次次で,できま,す、ね、<laughs> まあこれはちょっとどう映したらミッキーマウスに見えるかなみたいなの試したんですけど、まあ、見づらいっていう次でで今回の作品にすごい近くなってくるんですけど 僕がこの連続の断片シリーズをやっていく中で、まあ、人型でもないものも何個か作っておりましてこれはそのアンモナイトと呼ばれるアンモナイキーとは言われてるんですけど、まあ、そのスニーカーを連続的にこうつなげていくことで何か新しい表現ができないかなんかフラクタス現象って言われるミクロとマクロの共通する連続性みたいなものに着目して作ったんですが。 その心理がなんかその生活環境の中で感じさせられると断片的な表現の中でその一つのものが大きな物事のつながりになっていたりとか人間の構造だったりいろんなものとつながっていくっていうことを一つの壁の絵で表現したいと思いこういう作品を作りました。次えっと次の2個がまあ2つ えと岡本太郎さんの「彩り椅子」をベースにじゃあそれに服を着せるというかその椅子を守るというか同じような方法論で人じゃないものを新しくカバーかける蘇らせるイメージを変えるという意味で椅子にナイキのスニーカーでこういうカバーをかけて新しい見え方ができないか表現しました。これとその次 その次もう少しやっぱりどうしても何ですかね彩り椅なんで紐をベースにしたものとこういうふうにもう完全に畏敬、まあの姿というか椅子なのか動物なのか一瞬わからなくなるんですがでもこれもこういうふうに同じものを連続させることでまた全く違うものに見えてくっていうその断片的な表現がすごく僕の 作品のなんか方向性になっております次ねっこう見るとちょっと動物的なんですけどなんか生き物のようにも見えつつ読む方足の動物にも見えるんですが椅子です <laughs> はい次えっ、ー、と今回飾っている方のい 以外にも何点か人型のものを作っていまして僕もあのデザインがなしで感覚的に一体一体作っているのでその時の多分自分の心情や感情で一個一個の形成が変わっていくんですけどこういう角の生えたものもありますあ次もう少し後ろというよりもなんかその何ですかね 形成の仕方は違うんですがそのスニーカーをつなげていくことで新しい表現ができないかっていうのを模索していろいろ作っています次これもうちょっとこう人手型というかで次が今飾っているものなんですけどやっぱりこうスニーカー自体がどうしても同じように一つのものが 綺麗なままで保存できないっていうそのちょっと切なな部分もあって今これ見ていただいて先ほど見たものとはどんどんその素材も変化していってその劣化していく様がすごく人にも感じられ同じように紐結んでるんですけどどんどん形が崩れていくんですねその様がすごくやっぱ僕はなんか重ねてすごい好きだなと思って。今の写真と 現場のものを見比べていただけると、ちょっと面白いかなと思ってます。次は。えっ、ー、と、先ほどのスニーカーってすべて、えっ、ー、と、接着せず。すべてが紐だけで構成されているので。えっ、ー、と、実際にこういうふうに人に着せていくことができます。次。背中は土屋修子さんという水墨画家に、あのスタンプ上、ソールを切ったものの。スタンプで。 いろいろな絵をちょっと描いていただきました。えっと人が来ると、えっと男性が来ても女性が来ても紐で調整できるのでいくらでも変形させ着せることができるのでいろいろな表現が本当箇中と同じようにできます。はい次この先ほどと同じものなんですが、えっと、こういうふうに肩に。 何かより戦闘服に近くなるというか次先ほどの椅子ですなんかこうなるとちょっと乗り物っぽくなるなと思って撮ってしまいました次もう見ていただけるだけでいいのかな <laughs> こうスニーカーっていうものは基本履くものなんですけど僕はどうしてもそれが着るという行為がスタイリングというものにもすごい近く今回のテーマでもあるとこですが現代の甲冑っていうものはスニーカーではないかっていうとこに行き着いて今回のテーマと一緒にこういうスニーカーっていうものをどんどん。 つけてつなげててげいってそのもともとスポーツから始まって結局今の時代はどんどんその個人でオーダーできるものができたり、えー、と自分の欲だったりそういうものとしてスニーカーを、まあ、前席のかっと同じですが威厳や権威と見み立てるのと同じようになってきているので。 よりこの時はその最初にオーダーできた。id というスニーカーなんですけど、その力強さとそのスニーカーでは見せれない範囲の。なんか角度だったりとかその鋭さだったり。を表現できたらなと思っています。次まあ、次ですね。まあ、スニーカー以外にも他のコンテンツをいろ作っていまして。ええー、と。これは水墨画家の土屋修好さんと。 デザイナーの鈴木孝之3人でやってる天気というチームなんですけどこれは和紙を、えー、と固めたものが、えー、と固めると透明になって水墨画のものだけが絵だけが見えていくそれをもうライトにして何ですかねこれも人に見立てていくっていう行為なんですけど基本的にこう人が着れるもの 手はないもので、人を表現するとか、人の匂いを感じるものが多分。僕はすごい好きで、作品として投影していっているものがあります。次、まあ、これも角度を変えたものですねで、その次。これも同じように和紙で染めていってるんですけど、これ、えっと、すごい。三メーター、四メーターぐらいあるんですけど、水墨画で、えっと、世界の絵をスカートに描いてありまして、それを人が着るということで。 世の,中のなんか新しい変化だったりこの染まっていく様、壊れていく様がいろいろ見えていければなと思って作りました次和紙の染めと墨で染めるあと色をつけるっていうことで紙が縮むことで洋服の形を表現できないかっていうことでドレス型は。 ちょっと破壊的に見えますが、こういうものを作っております。はい、もうこれで終わりです。次ですね。はい、なんかこういう表現をやっております。はい、はい、どうもありがとうございました。あの、非常にあのお三方とも充実したプレゼンテーションをしてくださって。まあ、今回のあの、本当にそのまあ甲冑現代のあの甲冑はスニーカーではないかということが始まって。 あの結局いろいろなテクノロジーとかさまざまなアイディアで服とは何かあるいは素材とは何かということをいろんな角度からあの見ていただけたと思います。で特にまあ私はあのステートメントですごく印象的だったのがあの三田さんがま結局そのあのスニーカーは あの良いスニーカーを履くことは心の鎧としても機能するということであのスニーカーというのはストリートから現れたりとかある意で貧しい人たちがいろんな意味でアスリートとして上がってくる時の、まあ、その支えになってきたということであの自分たちにある意味でのそ,のそれを実装することによってあの都市を自由に移動できる力を与えていく、まあ、そういうようなあのイメージにもつながっていったと思います。であのまあ、本当にあの アトラさんとそのまがりもさんのまコラボでコラボって非常にやっぱりいろんな意味であの非常にデリケートなコミュニケーションあるいはその2つのあのグループの周波数が合っていきながらそれぞれの違うセンスがやっぱり生かされるあの非常に今重要なキーワードだと思います。であの本当にそのこのコラボレーション非常に短期でやっていただいたんですけれどもあの。 ある意味で、その七海さんの、あの、境界を越えるという発想と、それから、あの、曲がり物さんの、エンジニアリングということと、あの、本当にそれが、ま、ぴったりと合わさった形で、あの、非常に面白いスニーカーの解釈になっていると思います。で、皆さん、ま、ご覧になって、あの、ま、未来から来た靴のように見えるんですけれども、あの、そういう意味で、あの、今回、その。 まあ歴史ということをもん眺めてみることによっていろいろなあの関連性そこから学ぶ共通点があってそこからある意味でこのクリエーターの人たちがいろんな発想をあの展開させてくださってるのをあの見ていただけたのではないかと思います。特にまあ今回そのキュレーターとして皆さん等身大の高さで甲冑を手にさせていた頂い,い,いてるんですけどそこでよく見ていただきたいのが甲冑って全部ひもで結ばれてるんですね。 であの特に肩のあたりを見ていただくとあの素晴らしい紐技技というのがあって、まあ、結び合わせですねだからそのことによって、まあ、サイズも調整できるしある意味で戦いの途中であ,のある部分をこう外してあのもう取っ払ってしまうこともできる、まあ、そういう意味での,あのいろんないい形の,あの着こなしがあるというところで自分の身を守ったりあるいはあの自分の身を身軽にすることによって自分の命を助けるといったような手軽さもあると思います。 だからあのそういう意味であの本当に、まあ、三田さんのはあ,のある意味でこれ全部ひ、まあ、紐で編み込まれているわけなんですけれどもさっきおっしゃっていた、まあ、自分で着,く着ることもできるしジェンダーレスであのどんな体にもフィットさせることができる、うんまあ、それを非常に何かあの実際の甲冑の在り方とあのどうやって身にまとっていくのか着想していくのかということにおいて非常に興味深いあの共通点だと思います。何か三田さん、はい そうですねも、えー、ともとやっぱりどうしても甲冑っていうものはその威厳や地位や高さ地位の高さとかを表現してたので現代のスニーカーはやっぱ <coughs> すみませんデザインの機能やなんか性能がどんどんアップデートすることでなんか現代の甲冑にやっぱりどうしても例えることが今回ってできたなと思っています。 ほ、まあ、本当に良いスニーカー箱でで今心の鎧っていうことも言ってたんですがまあそのもともとか防具だったものが武将の清掃というものになりその世の中の武将の威厳を示すようになったことでスタイルやなんか威厳や地位っていうもののなんか変化が今のスニーカー文化でもすごく似てきているものなので。 そのスニーカーっていうもののそれをまた連続的にシンプルなものでやることでちょっとそことはまた違う表現も一緒に入っているかなと思っていましてしかもこの左右違うものをこれを結びつけていくので本当にその移動させるだったりその経年変化するたびにどんどん歪んでいくんですね。まっすぐ あの支えていいることがでできないのでそれを、えー、とそのつど着る甲冑と一緒で、えー、と自分の手で編み直していくっていう行為がどうしても必要でそういうものがその当時の甲冑のき着せ方というか着る時の気持ちと同じで一個一個しっかり結んでいくっていう行為が すごく何だろうこの人が入ってないものですけど人を感じるというかその少しこの本当何年かの今の経年変化でもすごくいい歪みを見せていただいてそれが心の何か甲冑というか気持ちの変化というものとリンクしているのかなって思いました。あありがとうございますあの マガリモさんの方はまあステートメントでやっぱり、まあ、あの今回デジタルファブリケーションによって唯一のものがそれぞれできていくことによって、まあ、尊厳のテーラーメイドつまりかつてのそれぞれの武将があの自分特有のもうすごい皆さんおしゃれだということを細部にも気を使ってますし自分の門にも本当に組紐の一つ一つにとっていろんな色も含めて大変なおしゃれを凝らしている工夫を凝らしていることを見ていただけたと思うんですがそこら辺をちょっと。 お話しいただければと思います。えっと、そうですね。えー、っと、実は、あの、この、えー、っと、スニカで、えー、っと、一番甲冑。を、から、あの、インスパイアされた部分っていうのが、えー、っと、重なりの部分で。その点では、実はかなり三田さんの作品と、通ずる部分があるなとずっと思ってるんですけれども。えー、っと。

えのかなりえと複雑にえと重なった形状をしていましてまあこれモックアップの状態ですけど分かりやすいですねえとも含めるともうっとまあ甲冑のその秋月さんもさっきおっしゃいましたけどまあメタルのえと硬いマテリアルがひもと,と重なりによってえとまあ柔らかいというかしなやかな人体構造にえと寄り添っていく様っていうのはまあすごく手術と通じる部分があるなと思って。 でかつ、えー、と先ほどご説明あったようにあのアッパーにやっぱりあの工程をつけてあの立体的な、えー、と模様をつけていくとどうしても一番外側の、えーとそえー、とレイヤーっていうのは硬くなってしまうんですね。でそこがやっぱ一番あのパーソナリティっの、えー、と付与しどころだとは思うんですけどそれがそのちゃんと足に接する層うに来ちゃうとどうしても。あの 硬いと甲冑も同じです甲冑も多分一つのメタルのパーツでできたらものすごい動きづらいと思うんですけどもえとそこをまあえっと多層のえと構造にすることでまあしなやかさと,えとそういうパーソナリティのあるえとまあ構造というかえと立体え構造っていうのをえと両立するような形になっていますでこれ3層見え,見えると思うんですけども全てもあの図案というかですねあの プリンターの軌跡ですよね。えー、とテクスチャーが異なる形になってまして、まあ、より、えー、と透かしてみていただけると、えー、と重なりが際立って見えるような構造になっています。どうでしょうか。ありがとうございます。はい、であのちょっともうプレゼンテーションの時間もだいぶ押してきましたので、あのいらっしゃるお客様の方からご質問を受けたいと思います。はい。あのそうしましたら本当に長い時間あの。 はい、あの皆さん、プレゼンテーションありがとうございました、そしてお客様ありがとうございました、お付き合いいただきまして、ぜひあの甲冑展、まあ、もちろんもう一つの,あの展覧会の方もあもどこにもない場所ということで、非常にコンセプチュアルな展覧会をあのやっておりますので、合わせて見ていただけたらと思います。今日は本当に皆皆ささん、ん、パネリストの皆さんありがとうございました。